どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、またミシンの調整方法なんですけども、重機の DSU144N 腕ミシン、上下送り腕ミシンの調整方法です。今回調整するのは針棒、針の上下を支えているこの棒ですね、針棒の上下の位置合わせをやっていきたいと思います。どういう時に必要かというと、まず、なんかトラブルがあって、上下のね高さと釜のタイミングが合わない時の調整方法とか、通常ですと日本のこの、オルガンシンとかドイツのシュメッツ、サイズで言うと DP17 とか135-17っていうサイズで、きっと使ってると思うんですけれども、これ以外のシュメッツだと134-35とか、日本のオルガンシンだと DP35 というサイズの針だと針の長さが変わりますので、そのため、この針棒の上下の位置を調整しないと使うことができません。逆に言うと、調整すれば長さの違う今言った針も使うことができますので、そのね調整方法を紹介していきたいと思います。ではやっていきます。どうぞ。本編です。はい、ではね、まず針棒の上下の調整をやっていきたいと思います。まずこちらの本体のカバーを外します。こちらはネジ2本、ここと、あとここの2本のネジで止まってるだけなので、まずこちらをね外していきたいと思います。はい、マイナスドライバー1本でできます。はい、こういう感じでね、ネジ2本だけで外すことができました。ではね、プーリー回していきますね。こういう感じでね、プーリー回すと針が上下に動きますよね。このね、針を押さえてる上下に移動するこの針棒の調整ですね、今回は。ですので、カバーを開けて、はい、見てもらうと分かるんですけども、はい、ここですね、このネジ、針棒を固定しているのがこのネジですので、このネジを外すことにより、この針棒がフリーになって調整することができます。で、その際ね、注意点なんですけれども、一番下になった時に、はい、ここにね線が、針棒のところにここにね位置を合わせる線が2本あるんですけども、一番下の線、もう1個上に線があるんですけども、この2個目の線がね、ちょうどここのね、この針棒を押さえているここの筒の一番下のメダルのところのね、下とちょうどぴったり合うようになってます。ちょっとここだとね、2本目の線が見づらいと思うんで上に移動しますね。はい、見えますでしょうか。ここにね線が2本ありますよね。この線が、下から2個目の線が一番下に針棒を移動した時にちょうどぴったりつら位置でね、合う位置が正しい位置となります。なので、針棒がね、こう何かのトラブルでずれてしまったりとかした時は、これを目安にして合わせていきます。でね、ここをフリーにするのはネジをね緩めればできるんですけれども、じゃあどの位置が一番下かっていうのはね、位置がずれてしまったらどれが一番下かわからないですよね。そこは、ここです。このパーツ、ここですね。ちょっと引いてみますね。このパーツですね。このパーツが、ここのね、こことつながっていて、先ほど針棒をフリーにするためのよいしょ、ここのネジとねつながっていまして、これが動くことによってこの針棒を下に押し下げていきますので、はい、
でこう見てもらうと分かりますよね。なので一番下っていうのはこのパーツが、このパーツがね今ちょっとこう斜めになってますよね、これがちょうど垂直、一番垂直になった時にここを下を押し出して針棒が一番下に行きますので、こうプーリーを回してあげて、このパーツがねこういう感じで一番垂直の位置になる位置、ちょうどねこの針棒と同じね真後ろに隠れて垂直になる位置がこうね、こうですね、この位置、この位置がこの針がね一番下の位置になってます。でこの位置で緩めて、このネジを緩めてフリーにしてあげて、先ほど言ったここのね下についているよいしょ、この2本の線ありますよね、この下から2番目の位置合わせの線がちょうどここのね筒のこの針棒を押さえている筒の一番下にちょうどぴったりに来るように位置を合わせます。はい、これだけですね。そんなに難しくなかったですね、針棒の調整。こんな感じです。で先ほど言った通りシュメッツ芯の、134の35とか長さの違う針を使うときは、先ほど言ったここの要領で、ここをねちょっとこう一番下に合わせて、ここをね緩めてあげて、で、135、シュメッツ135の135の35だと約1ミリ弱、0.9 ミリぐらいですかね、 0.9 ミリぐらい長さが短いので、その分ここをね下に下げてあげれば使うことができます。で終わったらあとねカバーとかをね締めてあげて元に戻してあげれば、完了となります。はい、これでね、こちら針棒の上下の位置合わせの調整の仕方の動画でした。この動画が参考になって良かったと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録などお願いします。ではどうもありがとうございました。バイバイ。